この何とかかもしれないっていうのは、話の内容によっては確信度が低すぎて相手を不快にさせてしまう可能性もあります。友達に明日暇？と聞かれて、日本語的に多分暇だよっていうニュアンスで I may be free tomorrow と答えたら、聞き手には変な印象を与えるかもしれませんね。この動画を見た後は自分の気持ちに自信を持って伝えられるようになります。はい、こんにちは。どんな英語もロジックで解決、パズル式英語のロジカルケンとアシスタントのモトちゃんです。今回のテーマは助動詞メイを学び直しです。このチャンネルでは英語を丸暗記ではなくてシンプルなロジックでパズルのように楽しく学び直す方法をお伝えしています。さて、皆さんメイと聞くとどんな意味をイメージしますか？直感的に何とかかもしれないと考えていませんか？この何とかかもしれないっていうのは、話の内容によっては確信度が低すぎて相手を不快にさせてしまう可能性もあります。場合によっては友達に明日暇？と聞かれて、日本語的に多分暇だよっていうニュアンスで I may be free tomorrow と答えたら、聞き手には変な印象を与えるかもしれませんね。この動画を見た後は自分の気持ちに自信を持って伝えられるようになります。はい、この動画ではメイのニュアンスがわかる、助動詞の復習、助動詞メイとは、そしてメイの確信度の高さとは、そして今日の瞬殺ポイント、まとめ、この順番でメイについて解説していきます。ねえねえ聞いてよ、昨日友達に Let's go to Yoyogi Park tomorrow と言われたから Sounds goodI may go with you と答えたら、はっという顔されちゃった。多分一緒に行けるって言ったつもりなのに。ああ、もこちゃん、メイってどういうニュアンスで使われるかわかる？なんとかかもしれないんでしょ？日本語訳としてはね、正しいんだけれども、相手に伝える印象にはね、注意が必要なんだ。どういうこと？メイのね、使い方知りたい？知りたい。こんな風にモコが混乱しているメイですけれども、まずメイも含まれる助動詞の復習からね、始めてみましょう。モコちゃん、助動詞ってなんだっけ？助動詞って気持ちと仕組みを表すもの。だから気持ちの助動詞は現実の話じゃないんだよね。よく覚えてるね。この助動詞の説明がピンとこない方はぜひこの動画を見てくださいね。 Can, Will, Must についてね、解説してます。こういうね、気持ちとか仕組みを表す助動詞だから、話し手が考える予想や話し手が考える未来のことをね、表すことができるんだね。このニュアンスの違いが助動詞の違いっていうことなんだ。とか will とか助動詞を使えると英語での表現の幅が広がるんだね。そうだね、現実の話と話しての気持ちを区別して思っていることを表現できるから、細かなニュアンスも伝えられるね。今助動詞のね、復習が終わったところで、メイについてもね、詳しく見てみようね。まずはメイの持っている意味について説明しますね。メイを深く知りたければ語源を知るといいんだ。メイは実はローマ神話に登場する大地の成長とか繁殖を司る女神のマイヤから来ている。そして豊作を祈願する5月、これね、メイなんだよね。面白いね。だからメイは能力とか力といったルーツがあるんだね。この能力、力という意味合いが変化して、何かをする能力、力を持っている、何かをしても良いというニュアンスになったんだよね。なんだか偉そうな。そう、実際にメイは相手に対して何かをしても良いというような許可を意味する用法があるんだよね。他にもどんな用法あるの？他には水量とか祈願という用法があるね。具体例を使って用法を説明するね。まずは許可から説明するね。偉い人が相手に何かをすることを許すとか、話し手が相手に何かをすることに対して許可を与えるといったシーンで使われることがね、多いんだよね。例えば You may go now、 もう帰ってもいい。 May I borrow your car、 あなたの車をお借りしてよろしいですか？なるほど、よく聞く May I help you はこの意味合いになるの？相手に許可をもらう言い方だよね。そうそう、お店の場合、店員さんがお客さんに対してお手伝いしましょうか、私はあなたに手を差し伸べることを許可してくれますかと許可を求めてるんだね。海外でお店に入るとよくね、声かけられるよね、そういう風にね。ここまでが許可の例文だよね。次はね、水量説明するね。水量の命は確信がない状態を示すんだ。あまり自信がないな、決められないなっていうイメージだよね。例えば My brother may be in the living room、 兄は今にいるかもしれない。 It may rain、 雨が降るかもしれない。どっちの例文も絶対こうだっていうニュアンスね、聞こえないね。そうそう、それが水量のメイのね、感覚なんだよね。最後に祈願のメイ、この用法を知らないとこのメイなんだろうと混乱する人が多いね。どういうこと？例えばね、もこちゃん、この英文の意味わかる？ May success always find you。 わかんないけど、なんとかするかもしれないっていう訳ではない感じがするね。難しいよね。正解はいつも成功がそばにありますようにって意味なんだ。つまり
もこちゃんの予想通り、祈願の用法で使う銘は何とかかもしれないという意味では全然ないよね。そしてこのファインドもね、発見するというよりもファインドっていうのは一回到達してその結果発見するっていう到達っていう意味があるので、メイサクセスオールイズファインドは成功があなたのところにいつも到達しているよ、だからいつも成功がそばにありますようにっていう意味になるんだね。つまり祈願はそのパワーというものがあるようにっていう、そのパワーというものが到達してる、つまり祈願の銘っていうのは銘が持っているパワーね、それがあるようにっていう意味なんだね。そして祈願の銘は何とかできますようにって訳すことができて、文頭に置かれることがね多いよね。例えばこんな感じ、 May you have a wonderful Christmas、 素晴らしいクリスマスを過ごせますように、 May you pass the exam、 その試験に合格しますように。銘に祈願の用法があるって知っていれば判別しやすいね。そしてもこちゃんクイズです。この中で何がいいかもしれないと訳すのはどれでしょう。1番 May you be very happy、 2番 May I help you、 3番 It may sunny tomorrow。 丸さん、丸1と丸2は名を使ってるけれども何なんかもしれないと訳さないね。そうね、ちょっとレビューすると、 May you be very happy は祈願で、あなたがとても楽しいように、それから May I help you は許可でお手伝いしましょうか、それから It may sunny tomorrow は水量で明日天気になるでしょう。なるほど、よくわかった。ワン。ところで、水量の銘ってどれぐらいの確信を持ってる時に使えばいいの？うん、もこちゃんいい質問だね。これまで出てきたね、助動詞も含めて整理してみようね。わーい。ここまで出てきた助動詞をね、整理してみると、助動詞の確信度が高い順にね、must、will、would、should、can、could、may、might。でこの might に近づくほど確信度がだん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 低くなってくる、こういうイメージだね。なるほど、 may って水量の意味で使われたらあんまり期待しない方がいいってことなんだね。そうだね。じゃあもこちゃんに関する例文で具体的に見てみようね。助動詞は気持ちなので現実をきちっと示してるわけではないってことを勉強したよね。したした、覚えてる。じゃあさっきの助動詞の確信度の度合いからね、例文を作ってみるね。まずは現実の話いくね。 moko is a dog、 もこは犬だ。この助動詞を使ってないから 100% 犬だってことを言ってるわけ。うん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 、そうね。じゃあ次 must を使ってみると、モコ must be a dog、 モコは犬に違いない。で must の確信度は高いから、この例文でもモコが犬である確率って高いね。まだ現実に近いんだね。で次 will、 モコ will be a dog、 モコは犬だろう、確信度は 80% くらいかな。で次は should、 モコ should be a dog、 モコは犬のはずだ。このあたりから少しずつモコが犬なのか話し手の自信がだんだんなくなってくる。確信度は 70% くらい。モコは犬なのに、ブスン。で次 can ね、 Moko can be a dog、 Moko が犬っていうことはあり得る。 can はあまり自信ないかな、確信度は 50% ぐらい。そして may、 Moko may be a dog、 Moko は犬かもしれない。ここまで来るとほぼ自信がないんだよね。犬かな、それともタヌキかなみたいな感じ。確信度は 30% ぐらい。 Moko は犬です。で最後はこうなのね、 Moko is not a dog、 Moko は犬じゃない。助動詞を使わず be 動詞で否定すると、 Moko はもはや犬である確率は 0% だね。例文があると分かりやすいね。メイのかもしれないにあまり確信がないんだね。今解説した助動詞のね、確信度をおさらいするね。まず must は 99%、 will は大体 80% ぐらい、 should は 70% ぐらい、そして can は確信度 50% ぐらい、そして may は大体 30% ぐらい。この目安があれば自分の気持ちを表現しやすくなるね。友達に遊園公園に誘われた時、Let's go to Yoyogi Park tomorrow って言われた時に、 Sounds good, I will go with you って答えたら一緒に来てくれそうだなって思われたかもしれないね。そうだね、メイだと来てくれるのかなって相手が心配になっちゃうよね。もこちゃん質問です。 May you be very happy、 このメイの用法は何でしょう。祈願、メイはいつも何なんかもしれないってやつとは限らない。そうだね、正解。意味はご多幸をお祈りします、お幸せにっていう意味だね。もこちゃん、メイについて理解できた？メイはもともとの語源が力なので、メイのイメージは上から下への許容ってイメージだね。意味合いは許可、水量、祈願、なんとかかもしれないっていう日本語訳のイメージが強いけれども、それだけで覚えると危険。メイのかもしれないっていう確信が 30% ぐらいだからあまり期待はできない。完璧だね。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画面白かったな、この動画役に立ったなって思えた方はぜひね、チャンネル登録および高評価ボタン、そしてですね、次の動画を見逃さないようにですね、ベルマークもオンにお願いいたします。
そしてですね、コメント欄にですね、助動詞とか助動詞メインについて分かったこととか気づきとかをキーワードをね、添えてね、書いていただけるとあなた自身でも勉強にもなりますんで、すごく役に立つと思います。そして LINE で講座もやってますので、ぜひ LINE 登録もよろしくお願いします。このチャンネルでは英語を丸暗記ではなくてシンプルなロジックで最速で学び直すをお伝えしています。どんな英語もシンプルなロジックで解決、ロジカル兼のパズル式英語でした。じゃあまたね、バイバイ。